どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はこの祠、顔マーカーの祠をクリアしていきたいと思います。この祠への行き方なんですけれども、ここら辺ですね、湖の塔から南東方向にパラセールで飛んでやると高原の馬宿があるんですけれども、その近くにあります。さあ行ってみましょう。道をつなぐもの、顔マカの祠。この祠なんですけど、道をつなぐものを探して、それを利用してあげねばなりません。でまずなんですけど、進んでいくとここに鉄の扉があるんですよ。これです。こいつをなんですけれども、このマグネキャッチで開けてやる必要があります。でそしたら進めると、で、次になんですけど、左側に進んであげます。そうするとここにガーディアンがいますんで、こいつはまあ、ぶっ倒します。当たったー。よいしょ。はい、倒しましたと。はい、しっかり、ねじ類回収です。で、一つ目の宝箱なんですけど、まあ、どっから取ってもいいんですけれども、実はわかりにくいんですけど、ここに隠しのギミックがあります。こいつをマグネキャッチで動かしてあげます。ほら光るじゃないですか、マグネキャッチを当ててあげると。はい、でこうやってこう出してあげると、でここの、穴の中に入ってあげると宝箱があります。はい、中身は金ルピーとなっております。はい、残り宝箱、この祠、全部で3つなんで、あと2つあります。で、二つ目の宝箱なんですけれども、ここになんかいかにもぶっ壊してくださいっていうなんか石段があるじゃないですか。ひびが入った石段です。こいつをなんですけど、リモコン爆弾でぶっ壊してあげます。あ、ごめんなさい。こっち行こう。で、投げる。壊す。はい、で、ここの中に入ってあげます。そうすると、二個目の宝箱があります。はい、中身は兵士の弓となっております。はい、あ と宝箱は一つですね。で、ここで道をつなぐものを、まあ、種明かしというか教えるんですけれども、こいつです。矢印で示しておきます。この鉄の扉です。こいつをマグネキャッチを使って、はい、こんな風に仕上げます。でこいつが道をつなぐものなんですけど、こいつ自体に上に登っていってあげます。おっとっと、ごめんなさい、ちょっと失敗、もうちょっと、よし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 、これで落ちないかな、落ちないね、 OK で登ると。はい、さらに上にありまして、上に行かなくてはいけなくて、ゴールはあそこら辺にあります。ちょっと遠いですね。はい、じゃあさらに上に行きます。よいしょ、長さが微妙にこうギリギリなんですよね。ちょっと難しいな。おっ、 OK で、宝箱があそこにあるじゃないですか。あれはマグネキャッチで、取ってあげます。ちょっと上に行きますね、とりあえず。うっと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 、で5、おっと、ごめんなさい。よいしょよいしょ、はい、はい、中身はオパールとなっております。で、宝箱マークがつきましたので、宝箱コンプリートとなっております。ではクリアしていきましょうか。はい、この道をつなぐものをずっと使っていくという形になります。よいしょ、これでいいかな。よいしょ、はい、ゴールが見えてきましたね。ギリギリかな、もうちょっとかな。よし、はい、というわけでゴールとなります。
はい、克服の証を手に入れました。はい、というわけで祠もクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートしたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe。 できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。